つけ出して殺せ。データ自体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。全員見つけ出して殺せ。データ自体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。言ったでしょう。俺は若がどんな人間かよく分かってるって。もしかしたら若何もかもリセットしちまいてって、どん底からでもやり直してって思ってくれてるかもしれない。そう考えたらここを目指すんじゃねえかって、そんな気がしたんです。分かったような口聞きやがる。ふざけんじゃねえぞ一番。ここにいるのは俺と若だけだ。だから銃なんか必要ありませんよ。そいつは俺に預けちゃくれませんか。俺はここから始まったんだ。夢のって女覚えてるか。夢の、俺とお前の人生が大きく動いた18年前のあの日、俺を捨てたあのホステスだ。ああ、堀の内の神さんになってたよ。都知事になる前、奴の警視総監就任パーティーに呼ばれてな。そこで知った。当然俺は素性がバレないよう装ったがな、そんな俺にあの女なんて言ったと思う。あなたには持って生まれた知性と品性を感じますだとさ。笑えるだろ。裏で俺のことを下品だの怖いだの見下してたあいつがそんなこと言うなんてよ。どうだ、傑作だろ。わか、所詮そんなもんだったんだ。俺が名前を変え、体を変え、人は殺してまで追いかけた権力ってのは。本当の俺のことなんか見てくれちゃいなかった。まあ俺自身弱くて醜い自分が嫌で必死にもがいた結果がそうなったんだろうけどな。
それは違いますよ、若。親父さん、荒川の親父とは沢城の頭だけや、ずっと本当のあんたのことだけ見てたんですよ。俺もそうです。無所出て最初に青木亮って人間を見たとき、それが荒川正人だってすぐ分かりました。間違えるはずがない、大事な人なんですから。またお得意の家族愛でも語るのか。ちげえ、そんなんじゃねえ。あんたがどんなに悪いことしても、なんで最後まで荒川のおやっさんも沢城の頭も俺も放っておけないのか。そりゃな、理屈じゃねえ、心の根っこの部分でつながっちまってるからなんだよ。好きとか嫌いとかそんな割り切れた感情じゃねえ。誰も本当の俺を見てねえだとふざけんなよ。みんな放っておけねえんだよ。放っておいたことなんて一度もねえんだよ。あんたのことよ。おやっさんや沢城の頭の気持ち、いい加減分かれよ、このバカ野郎が。一、あんた嫌がるかもしれねえけどよ、やっぱり若と俺は兄弟なんすよ。だから若には死なないでほしいんすよ。俺、お願いです、お願いですから、分かってください。お願いです。心配かけて悪かった。私は今から自首する。後の整理は、いや、もういい、好きにしてくれ。ひどいじゃないですか、青木さん。私は信じてたのに。青木さんの正義は漂白された真っ白なものだと信じてたのに。でもまだ間に合う。本当の正義は勝つんです。
よく来てくれましたね、堀之内さん。なるほど、君だったか、匿名の呼び出し人は。確か神奈川県警の足立ですよ。免許センターにいましたが、定年間際に懲戒免職を食らいましてね。あれ、ついこの間の話ですよ。俺のことは覚えてるでしょ。立場上自由な時間が短いんでね、本題に入ってもらえないかな。で、東京の近江連合にはまだ逃れている罪があると、そういうことだったか。ええ、俺はその証拠をミレニアムタワーにある荒川組の事務所で見つけました。あなたがご存知かどうか、もともとそこには青木知事が荒川真澄殺害を示唆する音声データがあるとされていたんです。だがそれは春日一番とその一味のブラフだった。近江連合の天道や知事をおびき出し、自白する動画を撮影するためのな。さすが、よく把握されてますね。おや、こちらの若い衆は堀之内さんの部下で。警視総監にとって都内の警官は皆部下だよ。ごもっともで。それは音声データはブラフでしたが、荒川組を矢探ししていた天道たちは実は別の面白いものを見つけてしまったんですよ。平たく言や荒川組に買収された者たちのリストです。何？先日横浜で殺された荒川真澄は2年前の産経作戦から間もなく3億円という大金を方々へ送金していたようです。表には出せない賄賂ですよ。その金の流れを逐一記録していたリストが組の若頭である沢城のパソコンにデータとして残っていた。それがこの中に入っています。まあこんなもんが急に出てくるとは、ひょうたんからコマというんですかな。おや、少し顔色が悪くなってきましたか、警視総監。荒川真澄の3億は海外の口座などへ複雑回帰に散らばった後、あんたや他の警視庁幹部たちの口座に収まっていた。近江連合が神室町で活動するのを目こぼしする見返りとしてね。だが巧妙に隠されたその金の流れも、このリストを読みながらであればはっきり追うことができる。で、その裏取りさえできたら、現役の警視総監はじめ幹部たちが収賄で逮捕って流れになる寸法です。この男を捕らえて持っているものを全て確かめろ。どうした、さっさとしろ。今さらジタバタしても遅えって、バカだね。もうとっくに警視庁の監察に送っといたよ。その腰が重くならねえようにマスコミ各社にも同じものをちょちょいのちょいとね。はったりだ。それでは君に何のメリットもない。懲戒免職にされて金もないだろうに。いや、残念ながらこれははったりなんかじゃねえよ、勝利宣言だ。総監、警務部監察官よりお話があるとのことです。あんたたちが荒川からの金を受け取ったのは全部が全部私利私欲のためじゃない。急に途上会が消えちまった神室町の治安を守る必要にも迫られてたはずだ。荒川が近江を引き入れるのを黙認せざるを得ない状況もあったんだろう。そういう意味では立場的な大義名分もあったんかもな。でも総監、なんだ、
ただその大義名分のついでにあんた自身も自由に使える金を手に入れてたんだろ。数百万、数千万、いやもっとか。まあデータを細かく見りゃわかる。賄賂を配って治安悪化の責任からも逃れつつ、そこから抜いて小遣いまで手に入れる。やっぱり出世する人は違うね。結局自分の保身のためだったんじゃねえか。昔から変わらねえな、堀之内。貴様、俺はな、ずっとあんたのその顔が見たかったんだ。これは罠だ、策略だ、誰かの仕業だ。ああ、話せ、お前ら何をやっている。そうか、最後に一つ聞いていいですか。18年前の大晦日の晩、無礼なヤクザがカムロ町のクラブで絡んできたのを覚えていますか。何の話だ。いや、結構です。一番、沢城城の刑期が決まったな。終身刑だってなあ。今おやっさんたちにもその報告してたとこで。荒川雅人は結局親父が沢城と知らされねえまま行っちまったな。荒川雅美も雅人が息子だと思ったままか。DNA 鑑定？うん、そうよ。荒川との親子関係きっちり DNA で鑑定してもらえよ。十中八九間違いねえんだろ。尊敬するおやっさんこそ俺の唯一の父親。そう言えんのは嬉しいだろうし、安心できんだろ。やだね、俺の親父は二人いんだ。桃源郷の店長春日次郎と荒川雅美。血のつながりがどうのと確かめたとこで、その二人が親だってことは何も変わりやしに。変えたくもねえ。そっか。お前らしいな。あ、いたいた。ちょっと何やってんの二人とも。もう始まるよ、荒川親子のお別れ会。よし、行くぞ。
久しぶりだな、春日。ねえ、そちらのことは伺ってます。蒼天堀で警備会社を立ち上げたとか。ああ、極道やったもんが急に組織を解散させられて行き場なくしとるんや。それを見越して下準備だけは整えとった。本来なら荒川さんも手伝ってくれるつもりでいた。はい、俺もそう聞いてました。そしたらお前もどないや、春日。お前の親父さんのやり残した仕事や。大阪に来てそいつを手伝ったらええ。島野の狂犬ってな、思ったより随分まっとうなこと言うんすね。今日だけはな、その反動で明日から100倍暴れてるわ。せっかくのお誘いですが、俺の居場所はこの偉人町です。俺が来てからこっち神室町じゃ鳴かず飛ばずだった自分は、この町でかけがえのない仲間を持つことができました。けど俺はまだその恩を一つも返せちゃいません。行き場のねえ人間に何かしらの受け皿が必要なのは偉人町も蒼天堀と一緒です。だからおやすさんのやり残した仕事はここでもやれるって俺は思ってます。そうか。なるほどな。揃いで。いや、難波が心配してたからさ。春日君が元登場会にスカウトされちゃうかもって。だがそれは言うなって言ったよな。でどうなったんだいその話は。あんたこの町を出てくのかい。さっちゃん代わりに言っといてくれ。何度もシラフで言えるかよ、あんなこと。あのね、ほう、そんなこっぱずかしいこと。本当にそんな風に言ったのか、あいつ。春日さんらしいではありませんか。よ、もしかしてそのかけがえのない仲間たちって俺らのことか。もちろん私も入ってんだろうね。Thank you.
こまで行きゃあとは上しか行く道がねえ。どん底から見える景色ってな、真っ暗じゃねえ。地に足つけて上を見上げりゃ希望で輝いてんだ。あんたの言う通りですよ、若。